どうもキョペイちゃんです。こういうことやっていきましょうということで、今回ですけどもちょっとねいつもより珍しい画面で動画スタートしてるんですけど、皆さんの右上にあるお知らせって見てますか？これです。まあ、僕はねなんかアップデートとか来たらとりあえずさらっとはね見るようにしてるんですけど、これのね、重機の項目の8番だったかな、8番ですね。括弧 5.56mm 小銃弾を使用する小銃、4倍スコープと8倍スコープを装備した時の反動を削減しました。まあ、削減したっていうことは、まあ、つまり、減らしたってことですね。まあ、そのままなんですけど。まあ、ただこれがね、結構ツイッターで、話題になってて、だいぶね、無反動に近いらしいんだよね。まあ、なんで今回はちょっと実際にどのくらいの反動になったのか、検証していこうかなと思います。さあ、そしたら俺が、まず一番好きな16からちょっと試してみるか。16に4スコつけて、これでちょっと打ってみる。ワクワクすんな。これを連射にしなきゃいけないんだよね。オッケー。これでちょっと打ってみるか。どうなんだろうね。まあまあまあ、でも反動ないよな。反動がない。全然あれだな。ちょっと外して普通にいつも通り打ってみるわ。あれ俺いつも通りの方がいいかもしれん。ほぼ反応ないぞこれ。ほらめっちゃうまくねこれ。ちょっと待って、これ俺がさ、これ得意な武器で検証してるからダメなんだ。16はちょっと使い込みすぎてもう慣れちゃってるから、16じゃなくてちょっと他の武器で試せばいいんだね。まあ、例えば苦手な M4 とか。俺はこっちの方が、16に関してはね、もうめちゃくちゃ使ってるから、普通の方が打ちやすいわ。これで、M4 にして、これ使い慣れてない M4、ノーカスタムで、ちょっと使ってみるか、これで。これで使えたら、おお、すげえ！え、なにこれ、なんか AUG 使ってるみたいなんだけど。ほら、ノーカスタムだからね。何もつけてないよ、これ。おお、これは強いぞ。ちょっと待って。これでさ、補正器とかさ、グリップつけたらどうなんの？ちょっと待って。補正器つけての。おー、すごいぞ。なんか、猛者になった気分。ほら。え、なにこれ？吸い付く。ちょっとグリップつけよう、グリップ。レベル3つけちゃって。もう、これ AUG みたいじゃない？もう。マジで、ほら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 。えぐいて。マジで猛者になった気分なんだけど、これ。俺でこれだからね。M4 の使い方、指切りも知らない。俺でこれだから、もう普段から M4 使ってる人からしたら、これはやばいでしょ。もうチートでしょ、もうこれは。ただ、お知らせでしっかりと書いてあるから、反動をね、削除したと。しっかり書いてあるんで、これはバグでも何でもない。完全なる仕様。おぉ、クゴでもいけるわ。ほら。やばもう SR いらなくない？これは。これえぐいな。ちょっとさ、8スコアどうなんよ、8スコア。8スコむずそうだな。多少あれはするけど、まあでも全然ないよね、前と比べたら。前こんなんじゃなかったよな。いや、これ強いと思うわ。あ、でもこの距離だったら4スコか。この距離だったら4スコの方が打ちやすいか。 M4 はどうだ。 M4 の方がね、なんか打ちやすかったんだよ。おら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 、なんか猛者っぽくね。猛者じゃん、もうこれは。これは猛者。おらおらおら、めちゃめちゃ反動ないよ。多少のリコイルみたいなのはあるけど、でも多分指切りとかしっかりできてる人だったらもっと、あれなんだろうな、違うんだろうな。いや、これすごいぞ。まあ、なんやかんやって、やっぱ4スコの方が、4スコの方が、打ちやすいわ。まあ、8スコもいいけど、ほら、よくやってんじゃん、猛者の人、こういうやつさ。
こういうのやってんじゃん、なんかね。ほらほらほら。やばいよ、マジで。マジで AUG 使ってるみたい。なんかあれだよね、猛者になったと勘違いしちゃうよな、これはな。それくらい強い。ちょっと一六に戻すわ。あー、まあやっぱ打ちやすいな、一六は。一六ラブだわ。まああれだよね、あの正式にちゃんとお知らせで発表してることだから、まあバグとかね、グリッチじゃないんで、まあなんか前からさ、こういう結構無反動とかさ、なんかね、ちょっとグリッチっぽいようなやつとかあったけど、今回のはちゃんと正式に、あのお知らせで発表されてることなんで、まあ、もしね、自分の使ってる銃が、ね、5.56 の銃だったら、試してみるのもね、ありかなと思います。まあもしかしたら今後ね、まあ修正、まあバグとかじゃね、修正っていうよりかは、まあ調整っていう感じで、またちょっと変わったりするかもしれないんですけど、まあちょっとね、よかったら試してみてください。まあ、さあ、ということでやっていきましょう。東京マップ。ちょっと飛びすぎたか？いや、大丈夫だね。OK！ ということで、銀座スタートでやっていきましょう。おい、3ヘルゲット。いいね。下に1人いるな。ちょっと武器取ったら、やりに行くか。いない！どこ行った？マジでいない。お車ありがとうございます。いねえな。あれ？消えたか？まあ、いっか。消えたなら消えたで。まあ、いずれどこかで会うでしょう。なんか銃声するよね。どこだ？こっちか。あ、なんかいた。いや、クソエイム。いや、スナルか。見え。息してっか。息してっか！オッケー。もっとダメ。もう違うんだよな。やっぱ脱力してる感じね。息してっかーみたいな。もうちょっとこういう風にかっこよく言いたい、俺は。あの武士欲しいな。危ないかな。グレナー入ってそうじゃね。なになになに、もうなに、煽ってきてるよ、あれ。お前。惜しい！もうちょい！降りてる。ダメダメ。一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。息してっか。待って、近い近い、なんかもう一人いるぞ。どこだ？どこだ？あ、いたいたいた。ガチ入った。OK？ 取りに行ける？あれ。あれ取りに行けますか？グレラン欲しいんですけど。見て、俺のグレの数。えぐない？まあ一応今回コンセプトは決めてて、一応ね、この爆破系でちょっとキルをしていこうと思ってるんですよ。とは言いつつ、今のところまだ全部16なんですけど、立てちゃダメだな。お、いい感じじゃない？あ、てかアンチ外れてる。最悪なんだけど。最悪っすね。どうしようこれ。てかなんか足音聞こえない。なんか来てるわ。通り抜けてった？あれ？あ、いたいたいた。危ねえ、逃がしとこあったー。うわぁ、C4 でやりたかったなぁ。どうしよう、これ。グレラン入ってるかなあのさっきの物資。ちょっと取りに行くか。一か八か。怖えなぁ。怖いけど。なんか一個増えてるし。なんか一個増えてる。おい、来た！オッケーオッケー。すぐ帰ろう、すぐ帰ろう。危ない危ない。こんなとこ危ないって。すぐ離脱。あそこの3階建てか。いないいないいない。C4 ないよな。こういうとこに C4 仕掛けるね、姑息のやつがいるから、危ない、気をつけないとね。で、ここにこう、医療、ちょっと違う。この辺かな。OK、完璧。完璧すぎる。全然見えや。OK。これで、ちょっとここで頑張ってしよう。ちょっと。周りも気になるところではあるけど、まあ、そこはちょっとね、この爆発という動画映えを狙って、ここで待機だ。これさすがに来ないか。アンチ残ってたらな、ワンチャンあったよな。ラスト1人 C4。
てかそろそろあれだな、次自分が入るとこ考えないと。てか足音聞こえる。待って、こいつグレラでやれんじゃね。だな、ここ。なんで左行くの。ガチナイス。右行くと思うじゃん、それ。中足音。あぶねえ。危ない危ない危ない、死んじゃう。オッケーオッケー。てかあと一人どこだ。あと一人どこ、全然わからん。全然こっち側の状況見れてなかった。あと一人がどこかわからない。どこだ。ん、なんか足音聞こえた。あれ今キューラにいた、気のせいか。なんか音したよな、走ってる。でもキューラだったらマーク入るか。岩浦、ちょっと待って、めっちゃグレ投げてきてんな。あ、いた、伏せてた、伏せてた。やっぱキューラだわ。これさ、相手こんだけグレ投げてきてんだったら、ワンチャン俺 C ホールで突れるぞ。ちょ、次のグレのタイミングで武器持つ落としなかったら C ホールで突るか。しないな。いけるない。持ち帰ってないわ。ポン。はい、ドン！オッケー！決めていく。やっぱり気持ちいい。もうね、あの C4 ガン待ちの時代は終わったんですよ。今はもう時代は C4 ガン突の時代です。おねんでした。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。